星です。どうもサクサクミルクの赤崎です。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、この度はこちらです。ラーメンタリキヤ、タリキヤ、東京都小金井市にございますお店です。ちょっとね、ナリというね書いて嫌ですけども、JR 中央線の東小金井駅から3分でして、店主さんがですね、あの府中にある名店ラーメンエイジなどで修行された、はい、結構あのいろんなところで修行された方で、なるほど、店名の由来がですね、ご自分の力だけでなくいろいろな人の尽力でオープンできたことを示す他力という、あー、なるほど、恩というか今まで、そうなんです。なるほど。で、食券ラーメンはですね、味噌ラーメンや油そばなどもありまして、あ、豊富なんだね。そうなんです、うん、今回はですね、この豚増しラーメンを選択、うーということで、いや、わかんない、選択どういうことなんだ。さあ、こちらが豚増しラーメン全部増し増しということでございます。なんか濃いね、全体的に。なんかそうなんですよ、うん、一見ですね、豚がこれ行方不明ですよね、一見。まあまあまあ、なんですけども野菜の下に、ね、たっぷり敷き詰められてるんで、後ほどご覧ください。豚並みになんか油が、ああ、ね、確かにね、うん、まあ、そんな感じで野菜をね、まずはいきますけども、はい、素晴らしいシャキッと野菜ですね、うん、シャキッとコーンなんて感じね、昔ありませんよ。いや、CM だったじゃん、関係ないじゃん、ね、もやしのみずみずしさを感じられるほどのシャキッとだ、ね、はい、で、まあ、豚にたどり着くために今回はひたすらまず野菜のみを食い進めてまいりますね。とにかくね、豚が食べたいもんね、こうするしかなかったんです、すいません。そういうこと、こうするしかなかった。 いくらか方法あったと思うけど、豚をこう集合させる、本当に下にめちゃめちゃあった、ね、めちゃめちゃあんだよ、これ眠ってたんだ、うわ、多いね。豚ダブルなんてのもあった気がするんだけど、もうダブルの多さじゃん、多さだけどね。で、油のあの字も感じないような引き締まり豚、いや、油のあの字、あの字も肩ロースじゃないかなという、はあはあ、もしかしたら推測としては、部位としてはね、はい、肩ロースのイメージでございますね、うん、さあ、そしてこのスープですね、結構な乳化スープでございますが、はいはい、すさまじい辛めスープなんです。やっぱ濃いだけあってね、濃いよ、赤身で塩分中和していく、逆に豚で、豚でね、逆に豚で中和していく、まあまあ、赤星の食い方としてでも野菜不在の天地返しというか、天地返しじゃないでしょそれ、でも野菜があったら天地返しじゃない麺出しただけですけどそうね、ただ出しただけ、ややザラつきのあるゴワゴワワイルドヌードルということでございます。もう分かんないわ表現が、どっこいスープに負けない強力極太麺でございます、ね、ややね、口当たりがこうザラついててゴワゴワ感がかなり強い、もう絡んでくるというか、そう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 。で、まあ、ニンニクをねちょっとかき集めまして、はい、で、まあ、ちょっとね、角度が悪かったんです、なんか少なく見えるけど、はい、2杯をガッガッって、あ、もうたっぷりと入ってる、たっぷり本当入ってるんですよこれ、はい、で野菜食べる間に結構ニンニク消費しちゃったんで、もう、あ、なるほど、途中経過だからこれはね、そう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 。で、まあ、粒はですね平均よりデカめのややこう渋みのある、あ、渋みが、はい、大人ニンニクね、大人ニンニク、濃度の高い、子供ニンニク知らないですよね、ビターニンニクってことですね、ビター、はい、まあ、濃度の高いスープにさらにニンニク強化していくパワータイプの一撃なんで、ハンターハンターで言ったら強化系ですね、これね、強化ね、そのままだって、強化系、強化系、ゴンね、ゴン、うん、ゴンですわ、これね、詰め替えタイプのホワイトペッパーと、ブラックペッパーね、はい、打ちかまして、うーおいしょいということで、おいしょい、正直に言うとですね、はい、辛めにしたらもう胡椒の味変とかあんま大丈夫かもしれない、もう、じゃあよかったじゃん、じゃあもう十分ね、味わえるということで、そう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 、試してるだけだから、いや、返していくんか、それでもういいんじゃないの、これ今言ってるそばからですけども、どんだけ濃くするの、まあ、無理に入れなくてもね、本当にもう顎を打ち抜かれたような強烈な醤油がもう、あ、もうバッキバキで、舌から伝わってきてるんでね、じゃあよかっただろう、いやー、うまーい、本当にうまい、この濃さは、ね、何度も言うけど、スープがうますぎてですね、もう器ごといっちゃうから、濃くした上でもう、あ、ただですね、はい、あまりに濃度高いんで行こうかなと思ったけど簡易はできなかった、自分でやったんだろ、セルフで、ね、まあ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 、というわけでね、ステータス見ていきますけども、はい、89、85、86、89です、辛め度98やりましたね、辛め度98、一番これまでで辛めだったんじゃないかな、何のに入れちゃってしょっぱ度としては、というわけでタリキヤさんでございますけども、はい、まあこの近くにね法政大学のキャンパスなどもあって、はい、まあ、学生さんにすごい人気なんだけど、やっぱ二郎系といえばね、学生さんが行くっていう、そう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 、まあ一つやっぱ気になるのはね、はい、修行されたというラーメンエイジ、はい、あの府中にあるんだけども、まだ行ってないでしょ、ここまだ行ってないんですよ、ね、なのでタリキヤさん先にお弟子さんの方をちょっとお召し上がっていただきましたけども、いや大変美味しかったな、なるほど、
こだけは見逃さないでほしい、うん、中央線、まあ、近くのねラーメン二郎新小金井街道店がもうなくなっちゃったから、うん、今こっちに流れ出してるというか、ん、そうそうそう、うん、というわけでね今回はラーメンハリギアでございました。はい、ごちそうさんです。はい、パッシュ。